されてしまった恐るべき鉄砲水、それが縦に並んだだけで激流に耐えられるのか。気に押され後ろへ。しかしなんとここで止まった。必死にまだ耐えている。頑張れ。さらに水量が増えても残っている。誰一人流されない。そしてついに水が引き、全員無事生還を果たした。模型を使った実験でもバラバラに置くと簡単に流されてしまう。それが縦に並べるだけで流されないのだ。一体なぜなのか。水の流れは人が立つと変化する。縦長に並べば並ぶほど流れがまっすぐになる。模型1個では流れは変わらないが、縦に並べると流れがまっすぐになり、水圧を受けない場所ができる。毎秒2メートルの激流を起こせるプールでも、2人では立っていられない流れでも、縦に人数が増えると後ろは楽に立つことができる。ぴったり体をつけ並ぶ。男性が前で流れを遮り、後ろで女性が支えるのがベスト。実はこの形はリバーレスキューの基本姿勢でもあるのだ。激流に立ち向かうときには必ずこの縦一列に並ぶ体